北野正弘は、地方競馬の兵庫県競馬組合所属の調教師、元騎手である。一歳上の兄も高知競馬で騎手をしていた。1988年4月2日、高知競馬第4競争大和ジャガーで、初騎乗。同年4月11日高知競馬第5競争同じく、大和ジャガーで、初勝利。全日本新人王争派戦出場。 1992年4月5日24枚国賞を石のサコで勝利し、重賞初制覇。同年初の年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。1993年高知競馬で前年に続き、年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。1994年高知競馬で3連連続の年間勝利数1位。 1996年高知競馬で年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。1997年ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。1998年1月10日、第1競争、フェイバードで地方競馬通算戦勝達成。同年3月24日。 高知競馬第9競争交流重賞第1回黒船賞9番人気のリバーセキトバで勝利し、高知競馬所属場による最初で最後の指定交流重賞価値を成し遂げる。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。1999年高知競馬で年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。2000年3月18日1回阪神競馬7日目。 第11競争若葉ステークス出走の大喜利成功を起場のため遠征。第4競争サラ系4歳新馬戦。ロングバレリーナで JRA 初起場。また、同年年間勝利数168勝で、高知競馬での年間最多勝記録を更新。年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。2001年年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。 2002年2月17日高知競馬第後、競争アラブ系 d 級条件戦をポニータ王で勝利し地方競馬通算1500勝達成2003年1月4日の起乗を最後に一度騎士免許を返上兵庫県競馬組合遺跡のため内気に従いのだ学部級者での休務員生活に入った 高知競馬での地方競馬通算成績は8,878五1,579勝であった。2004年騎士免許再取得。同年10月12日、園田競馬、第2競争で、約1年9ヶ月ぶりとなる騎乗を再開。翌10月13日、園田競馬第4競争、クリプトグラフで遺跡後初勝利。二千十一年八月十一日第十三回。 ソノダ競馬二日目第二競争 C3 一組条件戦を愛し合ってる会で優勝し、地方競馬通算2000勝達成。同年10月25日第10回、ソノダ競馬25日目第9競争3歳以上、C2 条件戦で落馬不詳し、外傷性血気胸、肺座症、右第6、7肋骨,骨骨折と診断され、集中治療室にて治療を受けた。 2014年2月14日付で、野田学部級者から野田忍部級者へ所属が変更された。平成27年度第1回調教師免許試験に合格し、2015年8月1日付で調教師に転身した。リバー関蕎、黒潮ともうまいのり役さん登場、騎手、黒船賞忘れれんから、こうつけばという仕事、 平成27年度第一回調教師、機種免許試験新規合格者について、地方競馬全国協会、2015年9月19日閲覧、ありがとうございます。